見える見えるぞ。私の邪魔をするな。この拳で勝負を決める。新たな力があれば。超越者たる力を得てなお破れるというのか。妙な力さえ封じれば負けやしないんだから。私はメフリットやコンラッドたち、大切な仲間たちを殺したお前が憎い。だけどそれを理由に同じアラミゴ人であるお前をこのまま殺すような正義を私は持ち合わせてない。私が作りたいのは全てのアラミゴ人のための国なんだ。はっ、今更情けをかけるつもりか。貴様らが解放軍など立ち上げて反抗しなければアラミゴ人は帝国の中で自由になれていたんだ。それを。誰かを虐げてのさばることを自由なんて言わない、この分からず屋。今のうちにクルルさんを。
無事でよかった。が、積もる話は後だ。ひとまずここを出て本体と合流した方がいい。リセ！この子も連れて行くよ。同じアラミゴ人として生きさせるんだ。まるで勝者気取りだな。お前たちは負ける。万神王も超える力を手にしたゼノス様の前にな。どういうこと？これから真の狩りが始まるんだ。お前たちは狩られるために両刃に解き放たれた獲物、全部仕組まれていたんだよ。全部、全部無駄だったんだ。ドクロ連隊の犠牲も、お前たちの仲間の犠牲も、何もかも全部。ぶん殴ってやりたいけどさ、全てを見届けてもらうから、私たちが自由をつかむところをね。つかめやしないさ、絶対に。問答は後だ。本陣に戻るぞ。おお、無事であったか。居住区の確保にも成功した上、千人隊長まで捕獲して戻るとは恐れ入ったぞ。
ええ、皆の奮闘のおかげです。しかし九段の仙人隊長が口にした万神をも超える力が気になります。ゼノスがそのような力を得たと。万神を超える力だと、まさかオメガのことか。アルテマウェポンの前例を考えると、帝国軍が対万神兵器に興味を持つ可能性は否定できません。オメガの消息について新しい情報はないのですか？うん、指導を中心としたチームが必死に捜索しているが、未だに発見には至っていない。不可解な籠城はオメガの起動準備に要する時間稼ぎなのか。ああ、リセ、捕虜の引き渡しは無事に終わったようだね。ちょうどホルドラが残した言葉について話していたんだ。万神をも超える力がどうたらってやつ？あれからあの子ずっとだんまりを決め込んでるんだよね。そう簡単に口を割るとも思えないよ。そのことで話しておきたいことがあるの。私が囚われていた施設で行われていた実験のことよ。断片的にだけど研究者たちの会話を耳にしていたから。ぜひ聞かせてください。サンクレッドの話ではフォルドラもまた例の施設で何らかの処置を受けていたそうですが。あの施設では超越者という存在を作ろうとしていたの。魔法の才がある者たちから奇妙な装置を使って魔力を吸い上げ別の被験者に注入するという実験だったみたい。フォルドラの妙な力もその実験の結果なの？どんな攻撃も先読みされている感じがして急に強くなったように思えたよ。ウリエンジェの仕掛けのおかげで勝てたけど正直危なかったなって。それでこそ用意した甲斐があったというもの。びっくりした。見舞いに赴いた折アリゼ様はこう証言しておりました。フォルドラなる者はまるで攻撃を予知していたかのように目視することもなく回避し反撃を繰り出してきた。再建を扱うアリゼ様の戦い方をフォルドラなる者は一度も見ていないはずです。にもかかわらずなぜ完璧に見切ることができたのか。ここで私は一つの仮説を導き出しました。対象者の魂を形成するエーテルを読み取ることによりその戦い方をあらかじめ知っていたのではないかと。それじゃあまるで過去死じゃないか。まさか彼女もまた超える力の持ち主だったとでも言うのか。確証はありませんでしたが少なくともエーテルを感じ取る力が極めて高いのではないかという推論のもと
対策を講じました。環境エーテルを強制的に振動させる魔器を作ったのです。彼女がエーテルに敏感であればあるほど不快な振動によって疑似的なエーテル酔いが発生し、動きが阻害される。なるほど。仮に過去を見ることができたとしても、今回の場合は使用者自身すら使ったことのない手だから読まれもしない。ええ、これほどうまくいくとは幸運でした。でもそれって超越者が人工的な超える力保持者だということになるわね。なんだか怖くなってきたわ。しかしその懸念も貴様たちが払ってくれたではないか。無論万神をも超える力とやらは我が輩とて気になるが、我々としてはこのまま攻め勝利するほか道はあるまい。うん、でもこれは無謀な突進なんかじゃない。信じられる仲間と自由をつかむ意志があるからこそどんな障害だって乗り越えられる。今はそう感じるんだ。頼りにしてるよ。あなたが同じ戦場に立っていてくれるって思うと自然と力が湧き上がってくるんだ。よし、それじゃあ私は居住区に戻って解放軍のみんなやサンクレットと合流するね。では我々は本体の支援に向かおう。クルルさんはしばらく後方で休んでいてください。ようやく自由の身になったんですからね。二人ともありがとう。そうさせてもらうわ。
おお、戻られたか。して、説得交渉の結果は。ハクロウという名の人狼族に説得に応じてくれました。やはり彼らはドマ奪還の事実を知らされていなかったようです。これで人狼連隊との戦闘を回避できそうです。それは朗報だ。これで正面に立ち塞がる障害に集中できるぞ。よし、魔導士部隊、前へ。火炎魔法投射、縄文を赤熱させよう。続いて急速冷却、ありったけの氷結魔豪を叩き込め。全方門開け、縄文を粉砕しろ。破れるというのに。やったぞ、ついに突破口が開けたんだ。